ミス・フェア・レディとは、日産自動車の直営商ールーム、日産ギャラリーにおける、企業専属の広報部隊である。その名前は、日産を代表する、スポーツカー、フェア・レディ Z の前身、フェア・レディの名を冠し、見た目の美しさはもちろん、礼儀作法や仕事に対する誇りを重んじ、徹底的に訓練された PR のスペシャリスト。ミス・フェア・レディは日産について熟知しており、会社役員の顔と、 名前から PR する車のスペックなどで全て頭に叩き込んでいる。普段はギャラリーでナレーション、接客、アテンド業務を行っているが、取材対応やメディア対応等も行う。日本で一番歴史があり、格式の高いショールームレディである。東京モーターショー2009でのミスフェアレディ1963年、日産自動車の直営ショールーム。 日産ギャラリーの開業と共に創設された。第一期メンバーは5名だったが、2013年度、現在は27名が勤務している。現在は、銀座4丁目と横浜港未来21のグローバル本社という全国2箇所の日産ギャラリーに配置され、接客やイベント MC、日産系販売店のイベントでのゲスト出演、新型車発表のプレゼンテーションなどを担当している。 また、2年に1回行われる、東京モーターショーでも、日産自動車の司会、ナレーション、アテンド係や PV 出演を務める。ミス・フェアレディの身分は、日産自動車の正社員ではなく、同社担当の外資系広告代理店、トブイ博ほどの契約社員となっている。2年間の有期契約を基本とし、適正や状況により更新、また、日産ギャラリーのコンシェルジュや、 マネージャーなどへ昇進した例もある。長い歴史の間には、母子2代にわたって、ミスフェアレディを務めた者もいる。多くの者は、ミスフェアレディを経て、フリーアナウンサーやスチュワーデス、ナレーション講師、マナー講師、ラジオ DJ などの多職に転じている。また、応募倍率は200から300倍とも言われ優雅さ、知的さは、もちろんのこと、高いホスピタリティも求められる花型職業である。 ナレーション、ウォーキング、マナー接遇研修があり、ミス・フェア・レディになるために厳しい訓練を受ける。日産自動車を代表するスポーツカー、フェア・レディにちなんで命名された。もともとは、日産ミス・フェア・レディを正式名称としたが、男女雇用機会均等法施行後には、日産 PR スペシャリストを正式名としている。ただし、現在も、日産ミス・フェア・レディの名称は、 ニュースリリースなどで公式に使われ続けている。AB、なぜ今、ミスフェアレディなのか。日産の世界戦略が始まった。日経トレンディ、日経 BP、2013年11月16日、閲覧。2013年度日産ミスフェアレディ新体制、発表。ニュースリリース、日産自動車、2013年11月16日閲覧。以前は、 札幌、名古屋、福岡にも存在していたが、いずれも撤退している。ミスフェアレディの誕生と、伝統日産自動車、2012年8月9日、配信、2015年5月22日閲覧、2019年度日産ミスフェアレディ、新体制発表、日産自動車、2019年8月28日閲覧、ありがとうございます。